肉筆画で描写された、白拍子姿の生後前頃時代祭での、紛争生後前は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の女性次郎拍子。母は、白拍子の磯前寺。源義経の妾。あずま鏡によれば、源平活戦後、兄の源の頼朝と対立した義経が京応ちて、九州へ向かう際に同行するが、 義経の先断は嵐に遭難して、岸へ戻される。吉野で義経と別れ、京へ戻った。しかし途中で従者に持ち物を奪われ、山中をさまよっていた時に、山荘に捕らえられ京の北条時政に引き渡され、文治2年3月に、母の磯善寺と共に、鎌倉に送られる。同年4月8日、生はよりともに、鶴岡八幡宮社前で、 白拍子の舞を命じられた。聖は、と義経をした歌を歌い、頼朝を激怒させるが、妻の北条政子が、私が、午前の立場であっても、あのように歌うでしょうと取りなして、命を助けた。東鏡では、聖の舞の場面を、誠にこれ遮断の相関、両人ほとんど動くべし、上下味な共感を模様すと絶賛している。この時、聖は、 義経の子を妊娠していて、よりともは女子なら助けるが、男子なら殺すと命じる。うる7月29日、生は男子を産んだ。あだち経が赤子を受け取ろうとするが、生は泣き叫んで話さなかった。磯善寺が赤子を取り上げて、き経に渡し、赤子は、ゆヶ浜に沈められた。9月16日、生と、 磯禅寺は刑に返された。憐れんだ雅子と王姫が多くの重宝を持たせたという。その後の消息は不明。以下、あず鏡に生が登場する箇所の現代語訳。静かに関して資料による記録が見られるのは、上記のあず鏡のみであり、同時代の都の貴族の日記などで生に関する記録は一切見られない。あず鏡は、時の権力者で、 源氏から政権を奪った北条氏による、編纂書であり、性の舞の場面は、源氏政権の否定、北条氏来参という北条氏の立場によったものである、ことから、北条氏の政治的立場による曲筆との見方もある。また、史実から確認できる性以外の義経の最小は、川越重頼の娘と源氏の敵である、平野時忠の娘しかいないが、 法上氏と政治的に対立した引き士の存在を否定的に描く、東鏡では、引き士の外孫である、重頼より娘の存在感を消すための曲筆の手段として、生後前の存在を利用したとする見方もある。その他のエピソードは、鎌倉時代に成立した軍記物語である、平家物語と、土砂坊避山商談の一部と、室町時代初期に書かれた、 義経ツの創作によるものである。義経ツによると、日照りが続いたので、ゴ白川法王は、上泉園の池で100人の僧に度胸させたが、貢献がなかったので、100人の溶岩美麗な、白拍子に回せ雨を祈らせた。99人まで貢献がなかったが、生が舞うとたちまち黒雲が現れ、3日間雨が降り続いた。 生は、法王から、日本一の戦時を賜った。また法王は、生を見て、かの母親の子かと簡単したという。その後、住吉での雨乞いの時に、生を見染めた吉爪が召して、目かけにしたという。生後前生誕の地籍秘生は、京都府京丹後市闇野町大祖地区で禅寺の娘として、誕生したとされ、記念碑が立っている。 近くには聖神社がある。様々な遺品や義経から聖御前宛ての恋文などが、伝生していたが1782年の火災で、消失したと言われている。現在の鏡ヶ池、栃木県宇都宮市、馬場通り2の3の12メガドンキホーテラパーク、宇都宮店を屋上聖御前が、欧州の源義経の吉爪のもとへ向かう途中立ち寄ったと、される。 宇都宮七名水の一つ、亀井の水は、お供の亀井六郎が槍で地面をついた際に湧き出た水で、生後前の喉の渇きを潤したと伝わっている。宇都宮市教育委員会発行の宇都宮の旧跡、同じく宇都宮市教育委員会発行の宇都宮の民話によると、宇都宮二ら山の上社の下の宮西側に、鏡ヶ池という大きな池があり、 そこから発見された鏡は、吉常の無事を祈願するために立ち寄った、宇都宮大明神で、参拝前に手を清めた際に落とした鏡とされ、その鏡は、宇都宮大明神に奉納されたとされている。宇都宮大明神を後に、日光道を北上すると、戸祭村柿の木の地名の由来になった柿の木と井戸があり、そこで昇級し、さらに、日光道を北上すると、 現在の宇都宮市野沢町には、午前桜、聖桜が、現在まで伝わっており、欧州へ向かう途中、源義経が、衣川で打ち死にしたとの方をこの地で聞いたとされ、聖午前が、源義経より送られ大切にしていた桜の、杖を地に刺したところ目が吹き後の世まで伝わったと、されている。聖桜のすぐ近くには、亀井六郎の墓と伝わる墓がある。 義経ツネ周園の地とされる、衣川、聖午前の墓と伝わる埼玉県久喜市栗橋の聖女の府には静か桜が植えられている。これは、栃木県宇都宮市野沢の午前桜、静か桜が原木で、この原木より継ぎ木して、現代に伝わったものである。聖の死については、もろもろの伝承があるが、はっきりしたものはない。自殺説への投身。 ゆいヶ浜への受水などや旅先での隠し説など、列挙すれば、りがないが、いずれにせよまだ若年のうちに生居したとする説が多い。ありがとうございます。